胸をバーン蹴ったり腕の方バーン蹴ったりする。リングシューズの紐ってやんじゃんか、はい、紐バーン蹴られたらその紐の跡が綺麗に残るの。それぐらいの破壊力。なんかのテレビ番組の中で橋本選手の蹴りがどれぐらい威力があるか測ったなって。だから何1トンだかなとかキロじゃなかったトンだもん。橋本さんって蹴りが得意じゃないですか。やっぱトレーニングの時から蹴りを磨いて、蹴りはよくやってた。であいつの蹴りって多分自己流なんだよね。あ、そうなんですか。なんかどっかの道場に通ってどうのこうじゃないと思うんですけど、ね、なんか自分がね北斗の拳のラオウだぐらいに思ってた。ラオウ体型山の不動なんだけど、ね、スピンキック前田明さんやられてて、はい、それはね憧れたんだろうね、俺もやりてえっつって言ってやるんだけどね、もうわけわかんない。ただやりゃいいっていうやり方。こんなとこ来たりもするし、こんなとこ来たりもするし、顎来たりもするし、そう読めない胸来たりもするし、わかんない。わざとやってんのか、ただ下手くそでそういう意味じゃ競技だよ。そうですね、何がどう来るかわかんないんだ。で体重乗ってるし、体重乗ってるし、威力さえつきゃもうに使っちゃおうみたいな性格さでも自分の足も強くなきゃあれやられちゃいますよね。ああ、それは蹴りでサンドバッグの蹴って鍛えてました。硬いんだよ、いつも本当見えないからどういう足してんだろうなってずっと気になってました。嫌な足忘れもしません、両国です。ペガサスがクリス・ベアの、はい、ペガサスが僕にやったんです。本邦初公開だったみたいです。俺最初何かなと思ったんです。グワーンと上がったふわーんと上がった瞬間に両国の天井と思いながらドワーンと叩きつけられるトップロープからだよ。恐ろしい。4m 後ろ向きで叩きつけられる経験ある？ないです。ないですよ。4m だと2階建て、はい、2階になれぐらい。そこから後ろはまあリングだけど要は木の板じゃん、はい、にマットを引いてあるだけ。しかもポンと投げられたんじゃないか。あいつがあの技を使うと僕2回しか見ない。1人僕で1人侍カナダのカルガリーの試合です、はい、中盤にまたパイルドライバーに対して持ち上げられたんですよ、はい、であ、パイルドライバーだって分かるから受け身がパイルドライバーがちゃんとあって持たれるでしょ。相手のね膝の上の方を持って落とされる瞬間にキュッとこれを引きながら顎をつくんですよ。そしたらぐしゃっと来ないんですよ、はい、こいつはバカだから普通パイルドライバーってこう尻餅つくんですよね。こうドーンと持ってね、はい、でそれをねガーッと持ち上げてね、こうなってしまう。バーンと正座しやがった。え？俺首がガガーッと入っちゃう。バババババーってしびれて動けなかった。え？で痛みもすごい。もう瞬間ほんと折れたと思う。はい。でも体動くからまあしびれたけどビーンきたけど、はい、動く。ゴロゴロと転がって確かパートは足立さんだったんですよ。タッチでドーン下落ちて動けない。今でもその首の殴られたエルボーされたりする当たりどころでバーン閉めます。だから多分だから残ってるんですよ、多少は。残ってだからでもね検査とかして頸椎にそんな異常はねヘルニアっぽいものがないって言われるんですよ。こんな技な誰でもできんだよね。ゴンっつってそうやろ、芸術性がないもん。そんなこと言ったら藤原さんにぶっ飛ばされるけど。誰なんですか藤原さん。藤原さんさでさ、俺ら若手とかにさやるときさ思いっきり組んだよ、なんかねガーンっつって「あーっ!」っつってなってるところに一本の頭を押さえられてパイドルがドーンってコーナーの鉄柱にガーンっつって自分でつけてリングは揺れんだね。えリング揺れんですか。コーナーのロープを支えてる金具あんじゃん、はい、あれガーンって自分でやるんだよ。大リングのトップロープガーン揺れんだよ。ゴーンやるでニヤッと入ってきて笑いながら入ってくんないな。もうタッチお願いしますパートナーだって血流してニヤッと笑う時はその時はもう負けていいですからホラーですよ。俺はもう帰りますって言いますよ。ホラーですね。ホラーだよ。当最初にアキレス腱固めかけられたの実は試合じゃなくて道場でのスパーリングだったんですよ。はい、で僕はまだ入ったばっかりで残り番っていうのをやってまして、お留守番ですね。その時ちょっと高田信彦さんが怪我だかなんかで休んで道場に帰ってこられたんです。で、そんな中で高田さんの怪我も治ってスパーリングショーやった、でスパーリング始まったんですよ。タックルは取れるんですよ。今にして思えばわざと取られてたんですね、高田さん、はい、スカ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 取れてた、え、簡単じゃん、大したことねえなと。両肩とかもついちゃってるんですよ、俺これ両肩ついてるから俺の勝ちやんって思ったけど、高田さんがまだやめようとしてね、干したら突然ねギヤーッつって言って、俺が足首折れたかなと。それからもう片っ端から決められて全身もう立てないの。痛くて苦しくて情けなくて、世の中に生まれてきておぎゃ今まで感じたことない痛み、いやー僕がその釣り天井をかけられる前、膝の怪我があったんです、はい、半月板損傷、っていうのをやってまして、それが治ってだましだましやっててもう完全に治って、よかったよかったでやった時に越永さんに釣り天井をかけられそうになったんですよ。グワンと上げられた瞬間にやっぱりまだ完全に治りきってなかったんだろうね。膝がベキ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 と落とした。今でも覚えてる感触、ここがベキ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 っつって、どうだったんですかそれ。それで手術した。何だったんですか。だから半月板損傷、ファンの人からしてみればたわいもないなんでもない技じゃん。上げちゃってから決めるけど、上げる瞬間決める技じゃないから、どうしたのバイクまあって思われたと思う。もうそれが動かない。これ試してくれっていうわけいかないんだよね、危なすぎて。このちょうどね脳幹、脳があるでしょ、で脊髄がある、そこをつなぐ場所なんですよ、一番人間の神経が集まってるところ、いわゆる急所よ。本来僕それとかあんま攻めちゃいけないと思うんだよね、危険すぎるから。 UWF インターと新日本プロレスがやって大将対決が猪木さんと藤原さんだったんじゃないかと思う。猪木さんが藤原さんに円錐カーンかわせたらうんたら普通痛いからうわーってなるじゃんか、藤原さん笑いながら倒れてたんだよ。意識が飛んじゃってるんですか。飛んじゃってんだと。藤原さんの笑顔で倒れるんだよ。怖いんだよ。スパーンって入った瞬間にこの顔よ。で倒れる。そんなに効くんだ。そんなに効きます。フランケンシュタイナーをかけられる、その時に浜田さんが上乗ってジャンプをした瞬間に上に飛ぶんじゃなくてなんかリングの方に飛んじゃったんですよね。それでなんか変な方行っちゃってるなって思って足がここにかかったんですけど、足首がちょうどねここに引っかかっちゃって、そのまま僕落っこっちゃったんですよね。そうしたら僕そのままね頭から突っ込んだんですよ、呼吸ができなくなっちゃって、で過呼吸みたいな感じでこうはってなって、もう折れたと思ったんです。でそれで病院の方行ったら、まあ重度の打撲だっていうことで、ある程度はもう傷がついたんですけど、まあ大事に至らなかったんですけど、まあそこから動かなくてずっとこうコルセットして帰ってきて、だから逆に今思えばもしその僕がカーンともし取ったとしたら、浜田さんも頭から怒ってるだろうし、どっちかが怪我してますよね。どっちかでも誰が怪我したの。僕が怪我してます。なんとかしてくれよって話です。ものすごい力で上げてドスーンですよ、ためることなく上げていやーバーンって頭割れたと思ったんですよそれ返したんですよ、なんとか。でドスカラスがねずっとこうやってやってるんですよ、はい、そしたらねここからちょっと血出てるんですよ、そしたら僕の唇が血だらけなんですよ。なんだろうなと思ったら、そのパワーボムをあの人がやった時にあまりの勢いであの人のおでこが僕の前歯おでこに刺さっちゃったんですよ。だからこう要は寝てましたこれ、ドーンってなった時に、こうなった時に僕のこの歯が、ああそこでここで顔がここに来てゴーンこうなったわけですよ。それで僕の唇が自分の歯で貫通して、貫通したところの歯がドスカラスのおでこに当たっちゃったと。でドスカラスもおでこが切れちゃったんですよ、僕の歯で。それでまた救急車ですよちょっと一瞬焦ったのはね、ドスカラスが「俺も病院に行きたい」って言い出したんですよドスカラスがそれで救急車で僕とドスカラス2人で乗ってったんですよ。1台で試合後にわけわかんないですよで、僕のがちょっと重かったから僕は寝っ転がってたんですけど、ドスカラスが痛い痛い言うから変わったんですよ俺横に立ち入れたどうぞっつって相手がねシーマ選手とかあと何人かいたんですよね。でその時にパートナーにねマグナム東京って昔いましたよね、で彼が組んでたんですけど、僕がねコーナーにシーマ選手に振られて、僕はコーナーに飛び乗ったんですよ、飛び乗ってボーンと後ろにこうバク転をしたんですね、でその時にバーンってやったら下をこう見た瞬間にシーマ選手が中に抜けようと思ったんでしょうけど、偶然というかタイミング悪くてシーマ選手が中に来た時僕は押してきちゃった、でバーンってやったらこうああ叩いてと思って、それでも試合最後までやって僕たち勝ったのかな。それで、控え室戻ってきて、でマスクを取ったらマグナムが「タイガーさん鼻曲がってるよ」って言うんですよ、と思ってこうやって鼻触ったらこれこんな目になってるんですよ。と思って「え何これ?」と思って「え鼻曲がってる俺」と思ってすぐに病院行ったわけですよ、で行ったらちょうどね休日だったんですよね。それで担当の人がねいないんですよ、やっぱり休日だから。それで先生が来て「ああこれ鼻折れてるね」って言って、で「これちょっと痛いよ」って言われたんですよ。それで「じゃあこれねやり方なんだけど」って、この鼻のちょうどこの鼻の穴のところにペンチみたいなの入れて、コンって上に上げないとちょっと痛いんだけどな、我慢できるかなって言われて。でもやってもらわないと折れてるんだったらどうしようもないですからっつって、今日ちょっと誰もいないんだけどさって言われて、もしかしてこうポンってやった時に鼻血みたいなのがいっぱい出てくる可能性があるから、こうお皿持ってって言われて「いきますね」カツーンってあげたんですよ。「痛い!」「痛い!」「ああ痛かった」っつったら先生が「すごいね」って言うんですよ。え、何がですかって言ったら、これ本当は両肩を看護婦さんが押さえて、でなおかつ体を押さえてやるんだよねじゃあやってくれじゃあやってよと思って、前から後ろからもう全部どんどんからって喉仏がもう飛ぶかと思うぐらいね、もう記憶も何回か飛んだりして、ラリラッといろいろやってる選手多いですけどね、あれだけはもう嫌だったですよね。外人なんかもね結構ごついやつはもう重いですけれどね、やっぱり瞬発力とかに関してはやっぱり長さんがすごいパン飛び出てるっていう感じ。瞬発力って何ですか？そのやっぱり一発のそのなんか当たりのなんていうのかな、瞬間的なね、当たる瞬間が違うんですか？違いますよね。だから強さ弱さじゃなくて、その当たった瞬間どれだけこう体にダメージがこう、入るかっていう感じの、その中で一番痛かったっていう感じでしたよね。そんなもうモンゴリアンでお返しするしかない蹴りもひどかったですよね。あの蹴りもそれこそもうやられたくないですもん。まあ最後にダメ押しのね、吹奏楽科に行き、うまいことちゃんとこうロックしてるんで、逃げ場がないような状態で、首がやっぱりねがっちり固まってる中でガツンと入るんで、もう本当受け身の取りようがないっていう。あれもじゃあ脳震盪になっちゃうんですか？あれもそうですね。もう本当もう試合中の記憶が飛んじゃうみたいな、あれ今も終わったみたいな感じの、気がついたらやっぱりもう飛んでたみたいな感じでしたよね。ちょっとあれ反則だろうっていう危険すぎるぐらいのあれとか被ったですもんね。思いっきり叩きつけて、わーでも本当に電気が走ったかっていうしびれちゃって、もう終わったって思いましたもんね。電気が走るってどんなビーンって、もう本当になんかないですよ、そういうことないですないですよ、よくわかんないですよ、電気走るっていう。もうね、あれはもう死ぬかと思ったんですよね。もう電気が走るって感じがわかんないから、ちょっと一回ちょっとやりましょうよ。絶対嫌です。絶対嫌ですよ。ちょっとノートに読んで、ちょっとやってください。いやいやいや。よく目の前がこうなんか星が出たとか言うじゃないですか。星も同時にパチ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 って、ああ終わったみたいな。そうした状況なんですか。で強引にこう抑え込むじゃないですか。そんな普通にカバーしてるだけで、もうダメですからって言いたいぐらい。そんな抑え込まなくてもいいですよもう動けないからもうそんな大きい折りたたまないでみたいなもうやられてますから大丈夫ですよみたいなそんなもん動けないですか。体感速度なんかどんな感じかわかんないから、ビリビリビリってのがちょっと一回やられて、いやいいですいやいいですよ、どうぞカモンじゃあバーボンプリーズって大丈夫よ。いやいや怖い怖い怖い、軽くね